新しい街で見つけた。新しい暮らし方。新たな生き方を求め。愛媛にやってきた移住者を。訪ねました。やってきたのは。西日本最高峰。石津山の麓にある。西条市大吹地区。 人気のない山道を登ったところにある一軒家で、今回の移住者は暮らしています。こちらが移住者の宅。周りに他の家はありません。すみません。ごめんください。<あ>どうもこんにちは。アイトムラと申します。 田村祐太郎さん、二十七歳、独身。十八歳まで新潟で過ごし、東京の大学へ進学。三年前、移住しました。大体ここに冬はこう、もうちょっとしたらこたつをセットして、冬をしのいで。二階建ての空き家を借りて、暮らしています。部屋には、以前住んでいた人が残していた、アナログテレビ。 VHS のビデオデッキ、収納ダンスもそのまま。若い方には珍しいなんか紙棚のアローズですね。これもまあ以前のお住まいてた方が。はいはい、田村さん、恋人はいるそうですが、同居しているのは猫。黒猫ですが名前は葵です。お風呂は今時珍しい薪風呂。 友人が来たときはかまどでご飯を炊くそうです水とかはどうされていらっしゃるんですか、はい、あそうですね水はですねあそこの上にタンクがあるんですけどあそこのタンクに沢から水を引いてでその水をポンプで引き上げて使ってます水道は通ってない感じなんですかあそうですね上水道場は通ってないのでそう山を流れる沢の水で生活しているんです タンクに水が来ないそうで点検に行く田村さん沢の水をこちらのパイプで自宅そばのポンプまで運んでいます中間地点には手作りのろ過装置が異常がないか中を覗いてみるとえカニが詰まってたんですか沢ガニは詰まってたのかな 原因はサワガではありませんでした。パイプを辿っていくと、えどこですかどこですか。外れてますね。あ、パイプが途中で抜けていました。実はこのようなこと頻繁にあるそうです。よし、これでなんとか。これで多分ずっと来てるはず。 蛇口をひねると水が出ました水って本当に貴重なものなんですね西条市の山奥に住む田村さん職場は自宅の近くにありました石槌ふれあいの里 ケビンやテントでの宿泊ができるキャンプ場です3年前このキャンプ場が責任者を募集していたのを知り応募しましたこれはすごく火がつきやすい杉っぱですね山ほどあの台風の時とかに落ちてくるんで薪割りや火起こしも慣れたものなんと撮影スタッフのために昼食を用意してくれましたよし OK ですね キャンプ場らしくこの日の昼食はガまで炊いた熱々のご飯バッチリですねそしてアウトドアの定番バーーベキュー大自然の中で食べるランチは格別ごちそうさまでした4年前までは大学生だった田村さん バスケットボール一筋の学生生活でした将来の夢は何だったのでしょうか将来のこととか全然考えることができなくて考えたくないなという感じで過ごしてましたね適当に仕事を決めてしまってえっと一応は内定をいただいて不動産会社に就職をしましたねやりたいことが見つからない なんとなく受けた不動産会社に就職するも、入社二ヶ月後には辞めたいと告げました。本当にこうこの先生きていけるんだろうかぐらいのこんなんでこんなんで胸張って生きていけるのかみたいなことぐらいは考えてました。そんな時思い出したのは大学時代の思い出。新潟から四国へ自転車旅をしたり、離島の民宿で。 アルバイトをしました。自然に癒された学生時代。大好きな自然の下で働こうと、移住を決意したのです。これだけの自然の中で暮らさせてもらってるっていうこと自体がすごく、自分にとって幸せなんだなって気づいて楽になってますね。とはいえ、ないものが多すぎる山の暮らし、不便では まあ、いろいろ逆にないのが。いいと思うんですけど <laughs>。移住で得たのは、新たな価値観。それは、ないことの豊かさでした。した得たものは、他にもありました。はい、あ、どちらから来られたんですか。えっと、東京からです。東京から。はい。こっちの方の良さは。うん 何もないところが逆にいいっておっしゃってたんですけどか、うん、かる感じですかそうですねそういう感性があるこういう人と知り合えるっていうのはいいところだと思いますやっぱり普通にその辺にこういう人っていないんでね東京に年齢もねだいぶ違うからなかなか会う時がないよね普通にそうですね 年の差は20歳以上都会では交わることのない2人世代を超え同じ価値観を持つ仲間と出会いましたキャンプ場からさらに山奥の東の川地区田村さんに大きな影響を与えた場所ですここからいろんな家家があ家がある、ある目の前には 数多くの廃墟かつてこの場所には集落がありましたこれだけの石垣を組んであのものすごい力をかけて人がここに代々暮らしてきたのにこんなあっさりとみんないなくなってしまうものなのかというのをすごいショックで感じたのは 自然と共存する難しさ消滅した集落を目の当たりにしてやりたいことが見つかりました小さな体験から山との接点を持ってもらいたいなと山には都会にはない楽しさがあるそれを多くの子どもたちに知ってもらおうと田村さんは キャンプインストラクターの資格を取得石槌子どもキャンプというイベントを立ち上げました田村さんが人生で初めて企画主催したイベントで大自然で遊んだ子どもたちが山での生活に関心を持ってくれればという願いが込められていますもともとはネガティブな性格と自身を語る田村さん二重で まあとにかくすごいなんか人の目を気にしてたというか認められなきゃいけないとかそういうことばっかり気にして苦しんでまもったいなかったなっていう部分があってもう自分のやってみたいって思ったことをやっていいんだっていう <laughs> ただただ単純にま冬だったら雪遊びしにもうちょっと山の上の方行ったりとか夏は川遊びしたりとか今はすごくあの。 毎日、こう。暮らしているだけで楽しいっていう感覚を持ってやってます。余計なことは気にせず。余計なものに頼らず。シンプルに生きればいい。愛媛の山で。大切なことを学びました。